利用の電子マネーを画面タッチで選択してください。画面の内容でよろしければ3番の端末に音が鳴るまでタッチしてください。領収書が必要な方は領収書ボタンをタッチしてください。お買い上げありがとうございました。お忘れ物に注意してください。